あれでは楽しくなかろうな。幸福とはどこにあるかわからん。あ、ありがとう。失礼いたします。うん、少しきつい。は、しかし、殿下。結びの緩い靴ではうまく蹴れませぬ。また、お怪我をされる恐れもございます。よい。世は時を、いや、四郎国氏である。は。やはり承知の上か。そなたのようなものは初めてだ。名は何という？新たと申します、殿下。では、新た。今申したことは確かか？は。靴が緩いのがいけなかったのか。他にもございます。教えてくれ。
殿下は玉をお蹴りになるとき、つま先を立てたまま蹴っておられます。うん。それでは玉がうまくつかまりませぬ。そのためすぐに落としてしまうのです。このケロ、苦人ごときの身で殿下のなさりようにな癖をつけるとは、戦場にも程があろうぞ。うるさい、良いと言うておる。新た、続けよ。は、蹴るときに足首をお伸ばしください。足の甲を平らかにして、そこで蹴るのです。足首を伸ばして。殿下、弾をお貸し願えますか。うん。できるか。はい、殿下にもすぐにできます。足首を伸ばすのです。膝も曲がっていてはいけません。おめでとうございます。すごい、全然違う。こうやればよかったのか。ありがとう、アラダ。お前の教えのおかげだ。もったいなきお言葉にございます。この少年がこのまま成長するなら、あなたはどうしてそんなに詳しいの？学生の頃、蹴球部に属しておりましたゆえ。ポジションはどこ？センターバックです。守りの要だね。時折フォワードに起用されることもありました。いいな、僕もフォワードをやりたい。ライトウィングがいい。松永選手のようにですか。そうそう。殿下なら。そのまま30階に届きます。うん。膝が曲がってきています。お気をつけて。
三重。よし。お上手ですのね。サッカーですか？はい。私は詳しくありませんが、西洋の蹴鞠のようなものなのでしょうか？いえ、違います。今のは練習で、本当はチームを組んで、点を取り合うスポーツです。怪我をなさらないでくださいますね。さ、どうぞ。ありがとう。あれが誰か知っているか？あれなるは壇上院十三味岡部頼綱が一条桜子殿にございます。あ、岡部の娘。Thank you.
飛燕か祝燕か。あいつは不幸なのだろうか。港さん、東側はもう一通り見たのか。いえ、まだ途中です。港さんの方はどうですか？それなりに収穫はあった。詳しくは後で話そう。はい。どう思いますか？あの女官たちか。この光景です。平和かつ幸福。私もそう思います。しないでください。ついやっちゃっただけです。
あまり役人らしくはないな。すいません。不愉快か。平和と幸福は。はい。あの平和と幸福は。羨むのか、あの光景を。羨む。そうですね。あれは人に羨まれる暮らしです。ただそれだけなら別にいい。世間には貧富の差があるってだけの話です。それはそういうものだとしか思いません。私はプレハーノフじゃありませんから。でも、その豊かな人間が強盗なら別です。人の財産を腕ずくで踏んだくって恵まれた生活を送る。そんなのは悪に決まってます。しかも。あいつらはその悪を知りもしない。この城の平和と幸福が何を代償にしているのか考えもしないで。浸り切っている。不愉快です。それはどこの国でも同じことだ。どんな社会でも、資本主義自体が収奪を効率的に行うシステムに過ぎない。ええ、強い者が弱い者から搾取するのは、おそらく自然なことではあるのだ。自然界の法則そのものがそうである以上、あらゆる動物が弱者を捕食している。そして、いちいち食べた相手のことなど顧みてはいない。そう考えれば、誰もがあの娘たちと同じだ。はい。それでも奪うことは悪で、悪に無自覚なら、それは恥知らずです。違いますか？違わない。お前の言う通りだ、一条。はい。一条、お前は一振りの刀だ。はい。だがその印象は、時に人をおののかせる。現状においては望ましくない。そうですね。でも、どうしたら？刀には目抜きがある。縁がある。それが彩りとなって、狂気の色を和らげる。お前にも、少し、花を添えてみようか。これ。かんざしだ。あの、これ、私に？ああ、
気に入らんか。違います。これ港さんが選んで。ああ、私のために。そうなる。わあ、何言えばいいんだろう。私男の人にこんなことしてもらったの初めてで。ありがとうございます。どうですか？ああ、よく似合う。じゃあ、足利国氏を。うん。首を取りますか？いや。それはやりすぎだ。舞殿の宮殿下の構想を裏切る結果になる。はあ。なるだけ派手に襲撃をかけるだけでいい。ある程度は警備網も突破し、国氏の身命をそれなりに脅かす。そのあたりが最良だ。それでいいんですか？それで十分。遊佐同心の責任は問われる。宿老筆頭からの転落は免れないだろう。その分、今川来庁が牽制を伸長させる。